だだ。ということで、改めまして皆さんこんばんは、トットと申します。ということでね、 FF の、スキル上げは引き続き頑張っているんですけれども、まあちょっと期限内にスキル間にできるかどうかはちょっと微妙なところなんですが、頑張っていきたいなとは思っております。ということで本日はチャレンジダンジョンレベル9に挑んでいきたいと思います。ですね、こちらもう死ぬほど挑み直してるんですけれども、まあ、なかなか3回が突破できなくて、根性を持ってる彼がね、とってもなんか気難しい相手なんで大変なんですけれども、まあ、ラードラで挑ませていただいてるんですが、ちょっと頑張っていきたいと思います。動画の力を借りたいと思います。はい、というわけでパーティーはこちら、ラードラで行ってみたいと思います。頑張っていきます。よろしくお願いします。まずここは、確実にワンパンをしていかないとダメなので、ワンパンをしていきたいと思います。ちょっとぼやけてる感じでは行きます。危なかったー。大丈夫です。2階がね、私2階も結構死んじゃうスポットなんですけど、色かけるね、ここが怖いんですよ。多分ね、ワンターンごとに攻撃力が高まっているような研究の分析が出ております。自分の中で何度も挑んでいるうちに、こいつ攻撃力徐々に上がってねみたいな。でちょっとね、今色掛けしちゃってるんで、うまくその斜めが入んないし、厳しいなあ。でも黄色、紫、赤、青、緑、ハートってあるので、今回はちゃんと決めていきたいですね、できれば。あ、青くめてる？あー、くめてるけど、これはきついな。大丈夫？いやー、これは色かけてちょっとまずいので、光カーリーを発動します。あ、そうか。エコーのためにスキルは見ようかな。これはちゃんとしっかり回復が少なからず組んで、黄色の 2A も組んでいきたいですね、できれば。難しいなぁ。もう、難しいです。どうしよう。どうしよう。あ、青も3つしかないのか。うわ、これ怖いなぁ。これ、怖いなぁ。ねえ、もう最悪。ほらー、もう 15% から勝ちね。やっと突破できたー。ここなんです、私こっから先に進めなくて。
のです。え、8時21分ってどういうこと。天井か、色あるな、制服もある。光カードを取るとまで怖えー、怖いよ、初めてのボス怖い。どう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 、半分いってくれる。あー、ハイプレスクロー、消えない。根性消えないんだけど、なんで消えないの。半分じゃないの、 50% じゃないの。50% だと思ってたよ。何このイルシックス、根性いつになったら消えるんだよ。怖いから、クイックガード。あー、インドラ、インドラさん。あ、やば、やりすぎたかも。あ、大丈夫？耐える？耐える？あー！ 18,000。何これ、 70% まで根性ってこと？マジで3回突破すんのすげえ大変だったんだけど。あー、魔法石使い、マルチでやろう。よし、行ってきます。挑戦する。ここは移動がないので、光カーリーのオールドロップチェンジ発動。よし、行くぜ。詰めてるよね。よし、オッケー。で、色はあります。よし、よかった。言うと4万8000の HP がありますので、そう簡単にはいかないと思うんですけど。なんだこれは。みんななんかスキル継承しまくってるんだけど。見切りってなんだ、見切りって。前だけ見てろ、ライトニングだ。前だけ見てろ、ライトニング。すごい、ものすごい落ち込んだんですけど。そして色がないけど、ここはちょっと1号しかスキルがないので、ちょっとまだね、耐えれると思いますので、耐えたいと思います。黄色もないし、回復だけしっかり、あわよくば落ち込んを期待する。全然来ない。18,000。あー、すごい光ってる。で、回復がないから耐えれるけど、できれば回復していただけたら嬉しいところです。言いづら。おお、また落としてるよ。あー、ここは安全に行ったか。落ちてこい、回数。なあ、惜しい。
私は責任を持って全力で回復しないと死んでしまいますので、2万6000以上ですね、回復しないとダメなので、しっかりと回復を組んで押していきたいなと思います。そして落ちてこない、大丈夫か。ギリギリ耐えれる。回復ある、黄色ある、緑ある、青ある、赤ある、紫ある。いけるか、次のターン耐えれないですよ。やば、いけるか。耐えるか、いけるのか。すごーい、びっくり。ここはワンパンで、あ、ここは根性で、あ、でもここ回復しないとまずいんですよ。攻撃力半端じゃないんで。ナイスナイスナイス、どういうことどういうこと、何を言っているの。なになになに、どういうこと。え、汲み取れない、気持ちが汲み取れないよ。紫もないわ。どうすればいいんだ、汲み取れない。いや、回復しよう。あ、なーい、落ち込ん。あ、でも色があります。あ、威嚇。何、今のってもしかしてパクシーのところだったのかな。ねえ。ちょい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 、これって何、もうやれってこと、汲み取れないよ。ニコニコ生放送だったらコメントで教えてもらえるんですけど、だってさ、威嚇もったいなくない、答えた方がよくない。何これ、どうすればいいの、わかんない。難しい、責任を感じるけど使っちゃおう。あ、紫ついてない。黄色も落ちてきたし、緑も落ちてきた。マジか。いや、ここは行きましょうよ。あー、これどうやって動かせばいいんですか。こうしてこうですかね。あー、違うな。あ、わかった。これを持つんだ。じゃあ、しっかりと組みたいと思います。大丈夫だよね。いやー、なんて素敵な
ありがとうのナイス。おお、2万1000。すごい溜まってるスキルが。前だけ見てるとどんなスキルだ。いやもうこれ光カービィ溜まるので一応使っていいかな。怖いんで。これは俺の戦いだ。これはトットの戦いだ。まとまるさんがだいぶ協力してくれてます。ありがとうございます。あとまる。イエーイ。さて、いかに戦っていけばいいのだろうか。さっき、このイルシックスが 70% くらいまで削らないと、根性がついたまんまなんですよね。それがしんどいところなんですけど。これは、何どのぐらいの攻撃力があるのかとかもあんまりわかんないので、ゴールドロップチェンジなんだ、ライトニングも。それは強いね。だって闇カーリーのスキルもあればライトニングのスキルもあるってことでしょ。すごっ。プラス50だし、おナイス。あ、これ大丈夫、 70% 以上いっちゃわないかな。ここはもうインドラを守っておきたいですね。怖すぎる。大丈夫大丈夫、ここはインドラを放ちます。英竜の守り発動。青がないけど、ここは9倍でいきたいですね。どっちかっていうと回復もしっかりと怠らないようにしていきたいです。やばいやばい。あ、オッケーオッケーオッケー。どう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 、どんな感じ。できー。やばー、きた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 。これで今回はいい感じですね。これはどうなる。まだインドラが効いているのでなんとかなりますよ。しかも HP4 万2000もある。根性消えた。緑ある、紫ある、青ある、黄色ある、赤ある、ハートある、ナイス。これはもういっちゃいましょう。またまるさん頼んだ。やったぜ。おー、しかもすごい、ヘラのグラビティワールドを使っております。なんでもありです。いっちゃいましょう。これ完全プレッシャーだよね。どうなるどうなる。私はレベル9をカルチでクリアできるのか。おー、
か。好き、綺麗、めっちゃ綺麗。ありがとうございます。大人の12コンボ、渡丸さんのおかげです。しました。あんなに手こずってたレベル9、やっぱマルチだと全然違いますね。 HP がまず倍なのがね、すごいなって思うことだと思います。やっぱ倍だと全然違うし、ミミカーリーとかも倍いるし、相手の人とか持っててね、なんだかんだで、ね、前回もあのチャレンジダンジョンレベル10はマルチプレイであの勝ったんですけれども、まあ、今回もレベル9、まあね、本当は一人で行きたかったんですが、ちょっとね、もう心が折れまして、マルチで挑ませていただきました。ということで、引き続きレベル10も頑張っていきたいと思います。ちょっと動画撮れるかわかんないんですけれども、まあちょっとね、最悪ニコ生で、あの、またご協力をしていただこうかなと思っておりますので、頑張りたいと思います。それでは皆さん、長時間見てくれてありがとうございました。またねー。